手前から二つ目の背の高いビルが旧中国銀行ビル。旧中国銀行ビルは上海ワイタンに位置する建物。旧地盤からワイタン23号とも呼ばれる。1930年、中国銀行は延命縁路と人沈み地に土地を買った。この土地はもともとドイツクラブのビルであり、第一次大戦でドイツが敗北して以来、そのビルが使われていた。 中国銀行は、上海支店を50万元をかけて設置し、この残りでビルを建築することにした。1934年の4月には、理事会は、業務管理と主要オフィスとして、また、上海支店として28階建てのビルを建設することを決定した。建築のために見込まれた費用は600万円だった。元々のデザインでは、ビルは34階建てで、 極東最大のビルとなる予定であった。実際に建築の基礎は34階建てのビルを建てるのに十分に強かった。しかし、ビクター・サスウムは私のビルの隣に建てる建物が我がビルの屋根より高くなることは許さないと主張した。共同疎開工部局は中国は建築設計の能力に乏しく34階建てのビルを建てることは 疎開の周りのビルを害することを理由として建築許可を拒んだ。最終的に中国銀行は半分程度に切り取られサスーンハウスよりも高さが1フィート小さくなった。銀行側が沸いたに情報してでも事務所を欲しがった。理由は超過合によると当時の取締役は中国銀行は苦しみを感受して反映した。と考えており、これまでにインフラは改革されており、 ワイカンの他のヨーロッパやアメリカの銀行と競争できるくらい強いということを象徴するために現代性、健全性、国際的信用を象徴する新しい建物が必要だったからだとされている。1934年9月、中国銀行はビルの建設に対処するために特別運営委員会を設立した。これに海外事務所の本拠地と 上海支店の運営者である海装委が議長に選ばれた。デザインの草案はパーマーターナー、陸建樹中国銀行建築主任が共同で用意した。地域の会社である陶器映像省建築会社が入札を勝ち取り、18ヶ月の工事予算として八十一万三千円の費用を求めた。百三十五年、中華民国政府は中央銀行、 中国銀行、交通銀行の再編を始めた。中国銀行は株式の80%を公衆が保有していたが、これは様々な勢力の略奪者の狙いとなった。中国銀行は1500万円分の政府の保有する株の追加を強要され、中国銀行は総資本は4000万円となり、半分を公衆が保有し、半分を政府が保有するようになった。このため、 銀行の制御は政府機関の手に落ち、総支分が中国銀行の議長になった。1936年10月10日、総支分は YTAN23 号で新しい中銀ビルの基礎工事祝賀会の議長を務めた。このビルは1937年に骨組みが完成した。しかし、この後すぐ第二次上海事変が勃発し、上海も 抗日戦争の舞台となった。このため、工事の完成は延期されることになった。1941年、このビルは南京国民政府の公営銀行として使われるようになった。日本が敗戦すると、中央銀行にビルは引き渡された。いくらかの交渉の後、中国銀行は1946年の正月に初めて入店した。建築から10年後であった。 真下から、中国銀行ビルは全、床面積が5万平方メートルであり、二等構造になっている。バンド側に面した東東がメインビルであり、地下も入れると17階建てになっている。奥にある斎藤は別館であり、4階建てである。全体的な外観は伝統的中国様式であり、滑らかな金山石で覆われている。屋根はピラミッド型になっている。 腕着の一部はアーチ型になっている。壮大な建築に平穏と平和の空気を与え、照明のために中国語が刻まれている。伝統的な装飾は、花模様と窓ガラスの枠にも見られる。上海共同疎開のワイタンにおいて、中国銀行ビルは、中国の銀行が中国人労働者に建設され、中国人が団結した西洋建築様式であり、上海のビル群における、 外国人の優勢を崩した建物であった。言い換えれば、中国銀行が中国国内の列強資本の銀行との競争を行う決断を再び示したものである。1936年10月10日は中華民国25周年の国警日であり、上海タイムズはワイタン23号で執り行われた中国銀行ビル基礎工事祝賀会の詳細報告を行った。 その内容を書きする。中国銀行は、Y タンんひと沈み時にビルを建設している。当社は、現状について伝える。当社は、銀行側から、中華民国国警備である今日午前10時から、基礎工事縮画会を開催することが知らせられた。地域財政の専門家の出席に感謝する。中国銀行の議長である、総支分は祖先を自ら置いた。総夫人は、記念箱を、 祖先の下に置いた。出典によると、新ビルの図面、バンドの風景の写真、多くの地元新聞紙、多くの小学紙幣、中国銀行からの両替証明書、雇用者の一覧、最近の銀行写しその他のものがこの箱の中に包み隠されているという。銀行は5万5千平方中国弱を占め、東側は外端に面し、南隣は人沈み寺、西は 延命延路に境界を接するという。地下には土の中へ13中国弱ほど潜っている。上海のサラサラした土、3方向に隣接ビルがあること、バンドのビルの間隔の狭さ、道外いを走る車からの騒音、掘ることの難しさなどは明白である。現在、基礎は完成していないが、現在完成している部分からの単純な推察で、我々は、 この建築計画の壮大さを語ることができる。ビルの外観は簡素なスタイルを通して壮大な感覚を持たせるであろう。外壁には蘇州から仕入れた花崗岩を使用すると考えられている。18階建てのビルの高さは227フィートを、地下の床面積は非常に大きく合計の足跡と等しい。駐車場は延命園路に入り口を向けて建設されている。 保管庫、金庫等の設備は洗練されており堅牢である。金庫の総数は1万を超えている。新しいビルは本社機能、上海支店としての機能、賃貸借契約のための部分と多くの機能を持っている。噂では中央政府の配下の様々な機関が玄関のある1階をオフィスとして曲がりすると言われている。1階は銀行の換金と流通の2つの重要な事業を 行うとされる。1階ではその他にも、新宅部門、貯金部門、営業係、上海支店副店長のオフィスなどが入っている。営業係は35フィートの高さの半円形の、天井の部分を含む15000平方中国弱の間取りを使用する。2階と3階は、本社のいくつかの部門の拠点であり、高等職員のオフィスになる。4階には、リビング、ラウンジ、 体育室、診療所などが入る。また、400人の収容能力を持つカフェと、375人の収容能力を持つ行動もある。建築家は、新しいビルの全体の質量は7万。この重さを支えるために、100フィートの間隔ごとに、2000の柱が必要であると考えられている。何十もの新型高速エレベーターが、ビルに設置されている。 エレベーターは完全に自動であり、最大速度は1分間に500フィートに達する。すべてのオフィスにエアコン、暖房パイプ、水道管、火の設備が装備されている。利用した金属管の早延長は20マイルに相当する。また、照明、電話、ベル、その他のアラームなどに使われた電線は70マイルに上る。銀行は2つの井戸を掘っており、 それぞれ700中国弱の深さである。ポンプで供給できる水の量は一つの井戸から1分間に600ガロンに相当する。内部の導入物が完成すればビルは上海の巨大建築に連なるだろう。中国銀行は悲願の中国銀行ビル入りを果たしたが、これは長くは続かなかった。1949年、中国共産党上海占領が起こり、 中国銀行はこのビルを捨て台湾へと渡っていった。現在では交通銀行と合併を行い超豊か国際商業銀行として営業している。一方、中国共産党政府は中国銀行の接収を宣言し、このビルに国営外為め銀行として中国銀行を設置した。現在でもこの共産党に作られた中国銀行がこのビルを使っている。 ありがとうございます。